皆さん、こんにちは。ひろくまです。今回も動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今回は、ついに日本が、レアアースを海底から採掘すると、そして、中国の依存から脱却するというニュースが流れてきましたので、今回はこちらの情報を紹介いたします。それでは、こちら読売新聞の記事です。レアアースの脱中国依存へ、南鳥島沖の水深6000メートル海底から採掘、技術開発に着手と、ついにですね、日本もレアアースの採掘に踏み切ります。そして皆さん、この中国のレアアース、覚えていらっしゃいますでしょうか？こちらロイターの2010年9月の記事なんですが、中国レアアースの対日輸出を禁止と、尖閣問題でと、中国が突然レアアースの輸出を禁止しましょうと言ってきましたよね。12年前です。そしてなぜそれをやってきたのかと言いますと、尖閣問題ですよ。こちらですね。尖閣諸島で中国の漁船が日本の海上保安庁の巡視船にぶつかってきたと。そしてこの中国漁船の船長が逮捕されました。そこでですね、中国の温家宝当時首相は、日本側が中国漁船の船長を釈放しなければ、一段の措置を取ると牽制しました。そこで菅直人当時首相が、超法規的措置で釈放してしまったんですよね。そんなことがありました。なので戻りまして、レアアースの中国依存は、経済安全保障上非常にリスクを抱えているというのがわかりますよね。そこで日本もようやくですね、6000メートルの海底から採掘しますよと、非常に深いんですよね。それでは記事もあります。政府は小笠原諸島南鳥島沖の水深6000メートルの海底で確認されているレアアースデーの採掘に乗り出すと、そして来年度に採掘法の確立に向けた技術開発に着手し、5年以内の試掘を目指すと、ちなみにですね、すでに試験的な採取は行っているそうです。それはですね、先日青山茂春議員が参議院の予算委員会で語られておりました。それができたので、具体的な試掘に入りますよと。そしてその採掘法を確立させていくということになります。そして電子機器の生産に不可欠なレアアースの国内調達を実現し、中国からの輸入の依存脱却を図ると、非常に経済安保上いいことですよね。中国はレアアースを使って嫌がらせしてきますので、もうデカップリングしないといけませんよね。そして具体的には2022年度第2次補正予算案にも関連経費を盛り込む方向だと。なのでもうやっていくということになります。そしてこれは複数の政府関係者が明らかにしております。そしてレアアースデーはレアアースを豊富に含む泥で、2012年に同島沖の排他的経済水域の海底でも確認されたと。そしてですね、なんと、同島沖の埋蔵量は国内消費分の数百年分と相当されると。いやーもう、採掘技術が確立すれば、一切中国はいらなくなります。そして輸出もできるということになりますよ。非常にいいですよね。そして採掘には内閣府の事業で今年8月から9月、茨城県沖で試験が成功した世界初の技術を用いると、やっぱり日本の技術はすごいんですよ。いいですよね。そして試験では海洋研究開発機構の地球深部探査船、地球が深さ2470メートルの海底まで陽泥管を伸ばし、ポンプで1日約70トンの泥を吸い上げることができたと。すごいですよね。2470メートルの深海ですよ。そこから1日約70トンの泥。すごいですよね。そんなに上げることができるんですよね。ちなみにこちら、地球深部探査船地球のホームページです。地球とはですね、このような船になります。地球深部探査船地球は、人類史上初めてのマントルや巨大地震8世紀の大深度採掘を目標としていると、そういった船だそうです。そしてこちら、国立研究開発法人、ジャムステックというんでしょうか、プレスリリースを10月18日に出してまして、レアアースデー最高装置による水深2470メートル海域からの海底堆積物陽泥試験の成功についてと、成功したということです。深海に堆積するレアアースデー採掘を可能にする技術を開発し、
水深2470メートルの地点における実海域試験を実施、海底堆積物の溶泥に世界で初めて成功したと。すごいですよね。そして当該試験で用いた採掘装置は、南鳥島海域水深約6000メートルの海底下に浮存することが確認されているデアアースデーを採光することを念頭に設計されており、今後残りの3000メートル分のパイプを追加することで、南鳥島沖におけるレアアースデー採光への道が開かれると、ついに来ましたということになりますよ。数百年分のレアアースが眠ってますからね。非常に楽しみですよね。そして南鳥島沖の6000メートルの海底下には広くレアアースデーが分布することが知られていると。そしてですね、これまでは大量に海上に引き上げる技術は世界のどこにもなかったと。それを日本がやるということになります。そしてもしこの技術が確立すれば、世界中でやってくれと言われますよ。非常に素晴らしいですよね。そしてこちらがイメージ図です。こんな感じでですね、吸い上げていくということになります。そしてこちらモノイストのページ。レアアースで開発システムの構築と圧縮空気を送って吸い上げるらしいです。そしてこちらでですね、海水を用いて酸を希釈したりして、そして残泥はですね、埋め立てに利用していくと、水酸化ナトリウムで塩にして無害化すると、そういうことを予定されているみたいですよね。そして産経新聞に戻りまして、中国は鉱山などで採掘できるのに対し、深海の底からの採掘はコストをどこまで下げられるかが課題となると、確かに深海からの採掘は、中国の陸からの採掘に比べると非常にコストはかかりますよね。しかし純度はですね、中国の20倍あるそうです。その純度が高い分、なんとかなるんじゃないでしょうか。そして政府は今後5年間で効率的な採掘生産の手法を実現させ、28年度以降は民間企業が参入できる環境を整えたいと、これができるようになるまで、政府がお金を出して確立させますよと、それを今やろうとしているんですよね。そしてレアアースはスカンジウムやイットリウムなど17種類の元素の総称だそうです。そして供給量が減ればスマートフォンやパソコン、次世代自動車などの生産に支障が生じ、国民生活にも影響が出ると、これは皆さんなんとなくご存知ですよね。そして日本は現在ほぼ全量を輸入に頼っていると、その6割からは中国から輸入してます。なので何とかしないといけませんよね。このレアアースの嫌がらせを受けた2010年、それから12年経って、ようやくそれが可能になれそうというところまで来ました。そして皆さんですね、今まではですね、陸からの採掘が主流でしたが、今後はですね、海からの採掘が主流になる可能性があります。それはなぜかというと、地球の約7割が海ですので、海の方が可能性があるんですよね。そして今まではその海から採掘というのが難しかったと、そこを新たな技術で採掘できるようになると、先行者利益が出てくるんですよね。そこをですね、世界第6位の広さの海を持つ日本が狙っていると、非常にいいことですよね。そして現在、中国はレアアースの輸出管理を強めており、供給途絶のリスクが懸念されていると、このため政府は経済安全保障推進法に基づき、国が供給確保に関与する特定重要物資にレアアースも指定する方針だと。そりゃそうなるでしょうね。もう重要物資ですよ。いや、本当に楽しみですよね。そしてこちら、読売新聞。さらにですね、日本は水深7000メートルの無人探査機を開発すると、これができれば EEZ の 98% がカバーできると、そして数年以内に実用化の方針ですよと。しかもこの水深7000メートル、実はですね、いわゆるドローンみたいなものです。自立型無人探査機、つまり AI がついているということになります。それがですね、海底を探査しに行くと、すごいですよね。そして完成すれば EEZ の 98% が探索できるようになると、
そこでですね、地震研究と海洋資源の調査、それをやっていくということになります。どちらも日本にとっては必要な調査ですよね。そしてさらにですよ、将来的には安全保障分野でも活用する考えですよと。どういうふうに使うかはわかりませんが、おそらく有人の潜水艦が通れるように、地形などのデータを測っていくのではないでしょうか。ちょっとこの部分はまだわかりません。そしてこの無人機はですね、最大深度が日本海溝の最深部と同じ8000メートルを目標に設定すると、1回で約110キロ、そして24時間の航行を目指すと、すごい時代になりましたよね。そしてこれは先ほどのレアアースの採掘と同じ2022年度第2次補正予算案に関連経費を盛り込むと、来ましたねこれ。そして自動で航行する AUV は操作が不要であるため安全かつ省エネルギーでの調査が可能だと。そして海上の船舶とつなぐケーブルが必要なく広範囲で稼働できる利点もあると。これがですね、日本の EEZ ですよ。非常に広いですよね。そして新型 AUV を投入することで海底の断層の活動利益を調べ、地震や津波の研究に役立たせたい考えだと。そして高周波の音波を使い高い精度の海底地形図を作ることも可能になると。これですね、これがおそらくこの安全保障分野でも活用すると、その部分になるのではないでしょうか。そしてこちら利点と課題がありますね。利点については乗員がいないため安全性が高く省エネルギー、そして海上と船と接続するケーブルが不要で広範囲の審査が可能にと。そして課題については自立行動を可能にする高度なソフトウェアや位置精度の把握、通信機能が必要と。そうですよね、いくら AI が積んであると言ってもどこかへ行ってしまう可能性がありますよね。そのために位置情報、そして深海に行くので通信はどうするんでしょうか。そして耐圧能力の向上が必要ですよと。8000メートルですからね、そこまで行けるんでしょうかね。そして現在政府が運用する AUV の最大深度は水深4000メートルだそうです。そして世界6位の面積を持つ日本の EEZ は水深4000メートルを超える海底が約 50% を占め、深海域を調査する際の基礎となる海底地形図の作成などは手つかずのままとなっているそうです。なるほどね、4000メートルを超える海底、それが約 50% もあるそうです。なので今までは水深4000メートルが限度でしたので海底地形図は手つかずとなっていたと。これは必要ですよね。これが分かると地震の発生や、そして安全保障面、それが前進する可能性がありますよね。そして一方、米国や英国はすでに水深6000メートル級の AUV を所有するそうです。しかしそれでもマックス6000メートルしかありません。そこでですね、中国は近年日本の EEZ で無許可の海中調査を活発化させ、AUV の深度が7000メートルに到達したと発表していると。つまり早く開発しないと、中国が勝手に調査をしてしまうと、もう本当に嫌がらせしかしませんよね。なので、経済安全保障の観点からも、諸外国並みの性能を持つ国産の AUV の開発が急務となっていると、いろいろ日本はやらないといけないことが多いですよね。しかし日本の技術は世界でやったことないことをするので、非常に楽しみですよね。そしてこの件について、青山茂春議員が西村経済産業大臣に質問してます。自前資源の開発はどれだけする気があるのか、非常に興味深い質問をされてます。そして他にも、中国の洋上風力発電や、中国のダーファテクノロジー、つまりウイグル人の弾圧に加担した防犯カメラを作ってるメーカー、そのメーカーが日本に上陸したので、西村大臣どう思っているんですかと、その質問をされてます。そして私はこちらの動画、字幕をつけて、そして西村大臣が何と答えたのか、それを解説する動画を作ってますので、間もなく公開しようと思いますので、そちらの動画も楽しみにしておいてください。ということで、日本
本の技術開発、中国に重要物資を頼らずに、日本は今までと違って、どんどん自前資源を取っていくと。そしてもしかしてですよ、日本は広い海を持っているので、資源大国になる可能性もあります。その希望を持っていただいて、また新たな情報が入りましたら、動画をアップしていきますので、よろしければチャンネル登録と通知ボタン、そして高評価とコメント、ツイッターのフォローも、またこのチャンネルを応援してくださる方はメンバーシップの登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。